意識レベルっていう定義がない状態で覚醒について喋っていても実益はねほとんどないのかなって。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。明日は一粒万倍日ですね。一粒万倍日には何か新しいことをやるといいと言いますけれども、今日は少しこのことに関連して時々いただく質問に答えたいと思います。その質問というのはですね、どうしたら覚醒できますかという質問ですね。これは特にスピリチュアル好きの人が気になる人多いのかなって思うんですけれども、実は覚醒の話をしたいんであれば明確な定義が必要です。スピリチュアル系の動画見ていても結構皆さんイメージで覚醒って言葉を使うことが多いみたいで、その発信者の方が一言言うその覚醒っていうのと、見ている人が一言で覚醒って聞いてイメージするものもだいぶズレがあるケースが多いんじゃないかなって見てて思ってるんですね。それはなんでなのかっていうと、見ている側も発信している側も覚醒の定義をね曖昧にしちゃってるっていうことがあるんですよね。というのも、どうしたら覚醒できるんですかっていう質問をされた時に、逆に僕も気になるんで、覚醒って何ですか、ちょっとあなたが言っているその覚醒の定義を教えてください、そうじゃないと絶対認識がずれるんでっていうふうに聞くんですね。そしたらですね、今まで誰一人としてそれを聞いてきた人がその覚醒の定義をね明確に持っていたっていうことがなかったんですよね。なのでこの話をするんであれば、この定義の部分からすり合わせをする必要がまずあります。で、僕は明確にこの覚醒を定義しています。これはとってもシンプルで、意識レベルが700以上の人が覚醒状態、それ未満なのであれば覚醒とは呼べないので、覚醒したいんであればまず意識レベル700以上を目指せばいいんじゃないですかっていうふうにいつも答えます。でもこの答えを言うと、次に必ず聞かれるのが、その意識レベルって何ですかっていうことなんですね。なので今回の動画では、覚醒するためには知っておかなければいけない意識レベルという概念について、そして覚醒すると人生に起きる変化について、また最後、意識レベルを上げて覚醒に向かう具体的なメソッドについて、この順番でここからお話ししていきたいと思います。ではですね、意識レベルですね、意識レベルが700以上になるっていうことを覚醒というんですけれども、これを定義した人っていうのはですね、僕じゃないです。デビッド・ホーキンスっていう、もうお亡くなりになっているんですけれども、精神科医の先生なんですね。その先生がとっても有名な本を出しています。それがパワーかフォースかという本です。この本に書かれていることっていうのが、まずは覚醒の定義についてなんですよね。ホーキンスは、人の意識にはレベル、ステージがあって、低いところから高いところを目指していけるということをね言っています。この意識レベルっていうのは数字で表されるんですけれども、自分の今の意識レベルの数値によって人生で起きる出来事や感じる感覚に違いが出てくるということを彼は言っています。例えば意識レベルが低い状態、レベル20の状態の人っていうのは、恥の感覚が強かったりだとか、人生に悲劇が多く起きたり、また屈辱感を感じることが多いと言われています。逆に意識レベルが高い状態ですね、イエス・キリストとかブッダは意識レベルで言うと最高の1000だったと言われています。1000までいくとね、700以上なんで完全覚醒なわけですけれども、いわゆる悟りの状態ですね。ここまで意識レベルを上げることができると、人生は完全なんだっていうふうに感じるくらい物事が全てうまくいきますし、純粋な意識の状態で生きていくことができると、そんな精神レベルだと言われています。起きる出来事は全て自分次第とか、自分が全ての物事を引き寄せているっていう、そういう概念あるじゃないですか。このホーキンスが提唱した意識レベルの法則っていうのは、まさにそのことを言ってるんです。自分の精神状態、自分の意識レベル次第で起きる出来事も感じる感覚も変わるよっていうことなんですね。で、意識レベルは意図的に高めていくことができます。僕も意識的に意識レベルを上げる取り組みをしていた時期があります。だから当時の僕も覚醒したいって思ってたんですね。で、この意識レベルっていうのも測定できるんです。筋肉の反応で測定する筋反射テストとか、このオーリングみたいなのがね、方法としては有名かなって思います。僕も何人かに筋反射テストだったりオーリングで測定してもらって、あ、意識レベル自分は上がったんだなってことね、確認したりもよくしていました。僕がどこまで意識レベルを高めることができたのかっていうのは、ちょっと YouTube ではね言いづらいところがありますんで、直接お会いした時にでも興味がある人は聞いてもらえればと思います。例
ただですね、その人が引き寄せている現実を見たら、どの程度の意識レベルの人なのかっていうのは分かるようにはなってきます。意識レベル高い人って面倒くさいことに巻き込まれないですし、人の目とかもあんまり気にしないので、社会情勢からのこう影響っていうのも受けづらくなりますし、人間関係にもトラブルがなくなりますし、ビジネスをやればもちろんうまくいくし、この人なんか人生本当に自分の気持ちに従って幸せに生きているんだなっていうふうに感じる人はやっぱり意識レベルが高いですね。で、意識レベル低い人っていうのは常に悩み事があったりだとかトラブルだったりに見舞われているってことが多いと思います。ちょっとここでね、意識レベルを表にしたものを見ていきましょう。これ見たら一目瞭然なんですけど、意識レベルが低いと恥だったり悲劇だったり、まあ、屈辱だったりですね、非難だったり罪悪感、絶望感、無感度、後悔や深い悲しみ、心配や恐怖というように、もう不快な感覚のオンパレードですよね。それが上に上がっていくにつれて、意欲が出てきて楽天的になって、受容もできるようになって、人と自分を許せるようになって、理性的で他者や自分に理解を示せるようになって、平和や至福、愛の感覚で生きられるようになるということですね。そして最終的に700を超えていくと悟りの状態になって、どう生きても全てが完璧なタイミングで進んでいくというように、まさに調和のね、人生になっていくよということなんです。他にも高い意識レベルに達すると、内面的な平和と安らぎを感じやすくなって、ストレスだったり不安が大幅に減少するんで、とっても楽に生きていけるようになるですとか、人間関係も円滑で豊かなものになるですとか、人生の目的が明確になって迷いのない生き方になるですとか、あとは自分の行動が大きな影響になって社会だったり他者にポジティブな影響を与えられるようになるですとか、とにかく人生がすごくうまくいくわけですね。マジでね、皆さんこれ覚醒したいって言ってる人がいたら、この表を見せてあげてほしいですし、覚醒って何のことだろうって思ったら、これを思い出してみてほしいんですね。この意識レベルっていう定義がない状態で覚醒について喋っていても、実益はね、ほとんどないのかなって思いますね。まあ、とにかく定義っていうのがめっちゃ大切なんです。じゃあこの意識レベルを上げる方法、700以上を目指す方法をここからはご紹介したいと思います。数えきれないくらいありますけど、今日は3つご紹介しますね。まず1つ目が、コンフォートゾーンの外に出て思いっきり怖い経験をすること。つまりチャレンジをね、しまくろうってことですね。わかりやすく言うと、あらゆる修羅場を経験することで、実は意識レベルって上がっていくんです。この意識レベルの表、もう一度見ていただきたいんですけれども、意識レベルが低い人っていうのは、さっきも言ったみたいに、恥とか罪悪感とか、恐怖とか心配とか、そういう世界観で生きているわけじゃないですか。これってつまりは、コンフォートゾーンがすごく狭い人なんですね。いわゆるメンタル弱い人っていう感じです。コンフォートゾーンっていうのは、知っている人も多いと思いますけれども、安心領域のことですね。自分にとっての安全地帯。いつも慣れ親しんだ環境っていうのがコンフォートゾーンです。で、そこから出るっていうことは、自分にとって安全じゃない環境に身を置いて、簡単に言うとメンタルを鍛えないといけないわけなんですね。僕が挑戦をしたり、怖いことを積極的にやると開運しますよとかね、たまに言うんですけど、これは本質的にはこういうことです。意識レベルを上げていくっていうことは、コンフォートゾーンを出まくって経験値を上げていくっていうことなんです。そうすることで、多少のことでは動じなくなって、どんなことが起きても意識レベルの高い愛だったり、需要だったり、喜びだったり、平和な精神状態をキープできるようになるわけです。これってセルフチェックも全然できるんですよね。普段自分がどんな状態のことが多いかなって考えてみて、なんかいつも恥ずかしいって感じてるよなってことでしたら、意識レベル20周辺なんだってことだし、私罪悪感が強いなみたいな人は、その罪悪感を感じてる時っていうのはやっぱり意識レベル30のね、周辺をこううろうろしてるわけですね。これは僕の個人的な経験則も含めてのことなんで、ここは聞き流していただいてもいいかなと思うんですけれども、僕経営者なんですね。で、仕事が大好きで、事業とかビジネスとかの世界が大好きなんです。それは何でなのかっていうと、事業を自分でやっていると、嫌でもチャレンジしないといけない場面だったり、メンタルを鍛えられるようなシーンっていうのが多いんですね。やっぱりビジネスとか事業ってお金も絡んでいる分ガチンコなんで、例えばよく僕も批判と称賛はセットでやってくるから、誰かから批判されても自分でバランスを保っていけるんですよみたいな、そういう話するんですけど、こんなのもやっぱりビジネスをやっているからガチンコで批判されたりってことをね、経験できることなんですね。僕は両方の角度から見ていて、もちろんお金自体が好きだし、お金稼ぎ自体が素晴らしい行為だなと思って経営者やってるっていうのはあるんですけれども、もう一つ同じくらいですね、自分の精神的な成長のため、つまりは常に意識レベルを上げ続けるために経営者という生き方を選んでいる、そういう部分があります。
まあ、もちろん家族関係とか夫婦関係からも学んで意識レベルを高めていくってことはできるんですけれども、まあ、やっぱりコンフォートゾーン出るっていう意味では自分で何か事業を起こすっていうのが一番確実だし、本当に意識レベルも磨かれていくんですよね。実際長きにわたって経営うまくいっている人って数え切れないくらいの修羅場をくぐり抜けているんで、結構悟ってるというか、まあ、それこそ意識レベルこの人めっちゃ高いなって感じる人がやっぱり多いんですよね。まあ、だからといって自分で仕事しないと覚醒しないとは言いませんけれども、確実に意識レベルを上げるためにはコンフォートゾーンを出る必要があります。常にある程度自分に負荷をかけて成長するっていうことは必須なんで、それぞれの人生において挑戦を続けていく人っていうのは意識レベルが自然に上がっていきます。まあ、明日一粒万倍日なんで、何か新しいことをするといいと言われてるよねって冒頭で言ったんですけれども、自分にとって新しいことに挑戦するっていうのはこんな風にコンフォートゾーンの外に出ることで意識レベルを上げ覚醒に導いてくれるアクションということなんですね。2つ目の意識レベルを上げて覚醒に向かう方法は感情のデトックスです。さっき言ったコンフォートゾーンの外に出て挑戦するっていうことですね。これとセットでやらないといけないのが、そのチャレンジの中で感じる感情を真正面から感じて解消していくっていうことです。これもいろんなメソッドがあるんですけれども、まあ、僕が生涯かけて使っているのはタッピングですね。僕はお金にまつわる感情を解消するっていう目的でタッピングを伝えている立場なんですけれども、別にタッピングで解消できる感情っていうのはお金にまつわるものだけじゃないですから、さっきの意識レベルの表でいう恥も罪悪感も怒りも悲しみも全てこのタッピングでクリアリングをして解消していけるわけなんですね。タッピングって何ですかっていう方は、今までの動画で何百回と僕触れてきているんで、この動画ではちょっと割愛しますけれども、ぜひ今見ている方は全員ですね、この動画の概要欄とコメント欄に記載の3人の人生の5大自由 LINE の方にご登録ください。この LINE 内で配布しているカリキュラムでタッピングの概要とやり方を説明しています。とにかく恥だったり罪悪感だったり悲しみ、怒り、不安、恐怖、心配事、こういったものに影響を受けているうちは意識レベルは低いので、まだまだ伸びしろがあるということなんですね。なので感情のデトックスですね。これ覚醒したいと願う方は必須です。では最後3つ目は、パワースポットや大自然の中に極力身を置くことです。パワーかフォースかを書いたホーキンスさんはですね、実は物だったり場所にも意識レベルがあって、身を置く場所の意識レベルに人間側が共鳴効果で影響されるってことをね、実は言ってるんです。なんかこれ風水とかとも考え方が似てますよね。風水は東洋のもので、ホーキンスは西洋人なわけですけれども、風水でも場のエネルギーに影響されるよねっていう、そういう前提があるわけじゃないですか。実際、精神科医で科学者であるホーキンスの研究でも、やっぱり場に人は影響されるってことが分かっているってことなんですね。だから神社に行くとかもそうですし、大自然の中のパワースポットに行くっていうのはすごく理にかなっていて、そういう意味では僕もお家をパワースポットにしようみたいなね、そういう話をすることもあるんですけれども、断捨離だったり家を整えたり掃除をしたら家の意識レベルもね上がるでしょうし、そこで暮らす自分だったり家族の意識レベルもつられて上がるよということなんですね。ということで、意識レベルが高い場所に身を置くこと、そして今いる場所をきれいに整えて、その場所の意識レベルを上げるということですね。今日は覚醒についてと覚醒する方法について分かち合いしました。皆さん、一つ目の覚醒のためにやるべきこと、今思い出せますか？多分ね、もう忘れちゃったっていう人がほとんどなんじゃないかなって思います。でもこれね、不思議なことじゃないんですね。ただなんとなく動画を見るだけでは記憶って定着しないんです。これではせっかく動画を見た時間がもったいないし、何より人生も変わらないですよね。そんな方はですね、ぜひさっきご紹介したまとめ使いを受け取ってください。こちら動画を見た後に目を通すことで定着率が 20% から 30% も上がるということが分かっています。それから僕の LINE に登録していただければ3つのプレゼントを受け取っていただきます。まずはお金のメンタルブロックの正体とその解消法を解説した教育コンテンツ3日間。これは今日お話しした意識レベルを上げるっていうところともつながってきますので、ぜひ見ていただきたいですね。そして 99% の日本人が気づいていないお金のメンタルブロックの種類をリストアップしたものもプレゼントします。多くの方はですね、お金のメンタルブロックって言われてもなかなかイメージが最初はできないものなんですけれども、この行動がお金のメンタルブロックなんだよっていうのがはっきりわかるようになると、これからどう対策していけばいいのかも分かってきます。そしてこの LINE に登録した方限定で、あなたのお金のカルテを無料でお作りします。
これは LINE 登録者限定の無料の勉強会にオンライン参加した方のみになるんですけど、人それぞれ持っているお金のメンタルブロックだったり課題だったり望みだったり目標も全然違うし、現在地もね全然違うので、実際に人生をここから良くしていきたいのであれば、一人一人に合った診断をしてその対策をカスタマイズしていかないといけないんですね。 LINE 登録していただければここまで無料でやらせていただきます。真にあなたらしく自分の人生の可能性をフルに生きたいという方は、動画概要欄コメント欄からこちら全てお受け取りください。ということで、今日の内容面白かった、役に立ちそうと思っていただいた方は、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。今後も皆さんの人生がより豊かになるような本質的な内容をお届けしていきますので、今ぜひポチッとですねチャンネル登録よろしくお願いします。では今日も最後までご覧いただきありがとうございます。サンリン・サトシがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。